こんにちは、心理カウンセラーの高森です。対人恐怖の原因と楽になる道筋シリーズ動画の1本目です。で、今回はこの対人恐怖の主な原因について簡単に説明したいと思います。この恐怖の原因をまずこの建物というものに例えてみましょうか。そうするとこの建物そのものの強度ですとか、この地盤の安定みたいなところが一つの原因になりますね。これはもう基礎的な部分です。で、もう一つはこの内装とか間取りとか、こういったある種ソフトウェア的と言いますかね、基盤があってそのベースの中にあるより細かいところでも大事なところっていう、この2つがあるっていうふうに考えています。で、一つのこの強度とかこの地盤っていうのは、要はこの建物の丈夫さとかしっかりの度合いですよね。こう人がいるっていう時に、これ自体が例えば地震のような揺さぶりだとして、これがしっかりしていれば大丈夫。でもここが基礎的に弱くて不安定ということであれば、ちょっとした揺れでも崩れてしまうかもしれませんよね。こういったもう構造的な強さっていうところが一つはあるんですね。で、もう一つはこの内装的なところ、間取り的なところで、これはどちらかと言いますと思い込みとか信念っていうものに近いですね。ここは後付けでまた変えていくことができるんですけど、この2つがあって、それぞれ対応していくっていうことが大事っていうことをまずは知っておいていただければというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。